刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く。今夜のゲストは、自民党政務調査会の、審議役、はい、田村重信さんです、はい。前は調査役です、ね、調査役です、はい。審議役どっちが偉くなったんですか？いや、年取ったんですね。あ、年取ったそうなんですか。とにかく自民党の政調でですね、一番いろんなことに精通しているというですね、いつも大変お世話になってるんですけど、はい。今回はですね、その自民党サイドから見たといいますか、はい。今度の参院選ですね、はい、ことを中心に、はい、お伺いしたいと、はい、承知しました。思っております、はい。よろしくお願いします。はい、どうもこちらこそ。その前に最近田村さんがですね、はい、まあ、これ今日のお話でも被るんですけど、はい、この日本共産党本当に変わるのかと、はい、この筆坂秀夫さんとですね、はい、共産党のナンバー3だった筆坂さんとの、はい、まあ、この対談をですね、はい、本にされて、これがまたね、すぐ読めてよくわかるというですね、はい、本なので、ぜひ、その本当に今の、ね、若い人たち共産党の怖さというのを知らないので、はい、花田でも何回かやってますけど、この前田村さんと筆坂さんにも対談をしていただきましたね、はい、そうですね、ぜひですね、はい、この本も読んでいただきたいと思います。それからこっちがですね、平和安全法制の真実というね、はい、これが最新刊なんですね。そうですね、はい、法案ができた後に作ったんですね、はいはい。その前、前にはこの本がありますけどね、うん、はい、安倍政権と、安保法制ですね。これは四刷りになってますから。ああ、はい、これはどう違うんですか？これはですね、はい、一昨年の7月1日に、はい、まあ、集団的自衛権に関係する閣議決定しましたから、そこまでの経緯をですね、うん、分かりやすく書いて、それから例えば憲法と自衛隊の関係とか、そういうのを Q&A 形式で分かりやすく書いてありますので、はい、それがこれがポイントですね、はい。でもう一つはその法案が通りましたから、通ったから通った後ですね、うん、平和安全法制というのはどう考えたらいいのか、うん、どこがどう変わったのかと、そうですね、うん、いうようなことですとか、それから過去にですね、うん、防衛安全保障についていろいろ講演したりしたものがありますので、外務省とかそれから防衛省で、はい、そういう講演録もこの中に入れてですね、田村さん引っ張りだこですからね。いやいや、はい、そうなんですけど、はい、こちらもぜひお読みいただきたいと思います、はい。それでまあ、早速参院選なんですけど、はい、民進党、はい、と共産党がですね、共闘すると、はい、全く考え方がですね、はい、一致しないところがたくさんあるのにですね、はい、する野党4党ですね、はい、これについては、はい、田村さんはどういうふうに考えなんですかね。まあ、自民党とですね、うん、それから、まあ、公明党が協力して与党を形成してますね、はい、それから参議院の場合は、はい、1人区が多いわけですから、うん、ね、だからそういう意味で言えばですね、はい、当然その野党がですね、はい、協力して与党に対抗するということは当然なんですね、うん、ただ問題はですね、うん、政策があまりにも違うと、そうですよね、いうことなんですね、うん、特に共産党を入れた場合にですね、うん、ものすごく違うわけです ね、 そ, うですね、そこがだから今非常に大きな問題になってます、ね。岡田さんは連合政府は作らないと、こう言ってますよね。で共産党の方は、ええ、作ってもいいと、作って考えてくれと言ってるわけですから、うん、はい、だから選挙の後どうなるかって話がですね、うん、全く白紙状態なんですね、うんうん。それから無所属で当選した人はですね、はい、どっちに行くんだと、うん、いうこともですね、うん、全く分かってないと、うん、かなり無責任なんですね、うん、何せ勝てばいいと、うん、いうことですから、それに対して、うん、まあ、国民の皆さんがですね、うん、不安を感じているというのが一つあるんだと思います ね、うん、そうですよね、はい。早速ね、はい、共産党のですね、はい、自衛隊のね、はい、発言というか、はいはい、戦争を、そうですね、をするのダメだと、はい、いう発言が出ましたけど、はい、これ早速クビになっちゃいましたね、いきなり政調会長。そうですね、はい、藤野政策委員長がですね、NHK のテレビで防衛費をですね、が人を殺すため の、はい、予算だと、まあ、いうことを言ったんですね、うん。まあ、それが大問題になったわけですけど、うん、あれNHK の番組で、やったんですけど、
すぐにあの稲田さんがですね、はい、ピシッとこう指摘しましたよね。そうですね、うん、他の方もですね、はい、取り消したらいいんじゃないかと、うん、まあ、いうようなことを言ったんですけど、うん、まあ、取り消さなかったですね、うん、それはであの山尾は取り消せばいいということを山尾さんは言わなかったですよね。山尾さんは他の野党の人はみんな言ったんですよ、一応あの与党の人は民進党の山本さんは黙ってそうだんまりを決め込んだと、うん、まあ、いうことなんですね、うん、これはねやっぱりあの構造的というか、はい、根本的な話なんですよ、うん、というのは共産党はもともとそういう言い方をずっとやってたんですね。そうですよね、やってたわけですよ、うんうん、だからやっててであのあの精神政策委員長はですね、はい、同じことを言ったわけですよ、うん、そしたら批判を浴びて、うん、ものですから、うん、もうちょとんとしたと、うん、それだけで別にそれはその場ではですね、うん、訂正する必要なんかね、うん、あるわけあの必要はないわけですよ、うん、だっていつもそう教わってるわけだ、まあ、そうですね、いうことでしたんですね、うん、そしたらその後ですね、はい、まあ、いろんな問題が起きるわけですよ、うん、まあ、一つは一般国民からの反発、うん、それともう一つは一緒に野党協力しているやっぱり民進党の中にもですね、うん、あれはちょっと問題発言じゃないかと、だからあの発言をそのままにしておいたらですね、うん、あの選挙が戦えないという話とか、うん、あと党本部にもですね、うん、メールだとか電話がですね、うん、あの殺到したんですね、うん、安倍総理なんかもあの演説で批判してましたよね。そうですね、はい、だからそういうのがあってですね、うん、これはもうしょうがないなということで急遽、うん、夜になってですね、うん、あのあれですよ、うん、やめさせ更迭ですよね、うんうん、更迭さしあやめさせなったばかりですからね。だから都会の尻尾切りですけど、うん、それは無理ないですよ。だって共産党の場合は上が言った話をですね、うん、そのまま伝えると、うん、まあ、いうのが共産党ですから。その、ええ、このお二人の対談でもおっしゃってるけど、ええ、民主集中制でね、ええ、民主集中制っていうとなんか民主的な感じがしますけど、ええ、まあ、いわば独裁ですよね、まあ、ええ、はっきり言えばね、うん、だからどこに行っても同じ話なんですよ、うん、あの共産党の皆さんの主張っていうのはですね、うん、だからその発言と何も変わってないわけですよ、うん、ただなんで問題になったかっていうと、うん、今まではですね、うん、選挙の時は共産党は小さな政党でしたから、うん、問題にならなかった、うん、ところが、うん、今回の選挙でですね、うん、初めて共産党がクローズアップされたと、うんうん、いうことなんですね、うん、それと国会の審議なんかですとね、はい、一方的に質問してればよかったんですが、国会今度はテレビで選挙中で、うん、ああいう場所ですから、うん、そうするとですね、うん、やっぱり問題発言すると、うん、それがあの問題発言と、まあまあそうですね、いうふうになるわけですね、うん、そこのところがですね、うん、あの共産党の、あの皆さんはですね、うん、あの今までみたいに批判すればよくて、特に彼は、まあ、あのなったばかりで、そうこれまであまりテレビもあんまり出てなかったから、だから批判するのは得意ですけど、うん、批判されたことはないわけですから、うん、だから攻めるのはいいけれど守りに弱い共産党というのがやっぱり出たということになると思うんですね。あのこれだけその政策が違っていながら、はい、その共闘することについては、はい、あの田村さんはあのどう思われるんですか。これはまあ仕方がないと。いやこれはですね、はい、やっぱりその、政策のすり合わせがですね、うん、ある程度ないとダメだと思うんですよ、うん、だからよく我々の時ですね、はい、自殺者政権の時にも同じじゃなかったじゃないかと批判、まあ、受けますけど、あれは嘘ですね。なぜかって言ったら、はい、その前にですね自民党野党になった時、うん、細川連立政権というのはありましたよね。ありましたね、はい、あの時もね社会党が、うん、あの大臣だったんですよ、うん、大臣になった時にですね、うん、社会党の山花さんだとか何かはですね、うん、結局自衛隊だとか日米安保条約については、うん、政府の考え方に同意してなってるわけです。そうですよね、うん、同意してな、うん、もしそれが違ったら閣内不一致ですよ。そうですよね、閣内不一致、うんうん、だから社会党はあの時にも政策転換を完全に終えたわけです、うん、で自社座政権の時にはそれをまあ、あのさらにきちんと反抗したって言いますかね、うん、正式にしたというだけなんですね、うん、ところが今回の場合はですね、うん、憲法違反の自衛隊って言って、ええ、あの市委員長今でもきちっと言ってるわけですから、うん、ね、うん、で民進党はどうなるという話が、ね、はい、そこ一つ取ったって相当違うわけですよ、うん、で自衛隊をなくしますと言ってるわけでしょ、うん、日米安保だってね、うん、なくしますと言ってるわけでしょ、うん、もう真反対なわけですよ。そうだね、それほっぽってるわけですよ、うん、だからそこがだから問題で、うん、言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは会員の皆様を募集しています。
会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えると花田編集長の右向け右の収録動画をご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただき、月々に会費972円、または年会費1万800円をご負担いただきます。昨年から桜井よし子と共に歩む桜会員を設けました。桜会員になっていただき、年会費一口10万円以上をご負担していただきますと、正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本にサインをしてお送りし、イベントを開催した際には無料でご招待いたします。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。ご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット番組を制作いたします。多くの方々のご入会をお待ちしています。花田和之です。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組です。キャスターは名編集長として知られる花田和之です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。